細長い棒を使って作られる折り紙先端で挟み、折り目も丁寧につけていきますロボットのような精密な動きで出来上がったのは折り鶴動画を投稿したのは現役の消火器外科医 橋本洋介医師腹腔鏡手術で使う器具で7.5センチ四方の折り紙を折りトレーニングに励んでいます SNS ではたちまち900万回以上表示され手で折るより速くて綺麗神業と話題に始めたきっかけは意外にも技術認定試験で監視操作が下手くそだっていうコメントがついてたので それでどうやってそれを克服しようかって思った時にたまたままってるビデオ、ね、始めたばかりの12年前は1時間以上かかったといいますが今や日本最速となる1分52秒を記録手で折るスピードに負けていませんこれまでに折った数は実に1万4000羽以上。 手術では使わない動きもあることから賛否両論あるといいますが、ご本人はやってるうちに右手と左手であの別々のことが同時にできるようになってくると。普段と違う予測しない出来事の時に瞬間的に手が動かせる。神業の折り紙が患者を救うことに貢献しているのは間違いなさそうです。